ベールハイム旧市街の街並みベールハイムは、ドイツ連邦共和国ヘッセン州、ダルムシュタット行政管区に属すホーホタウヌス軍の町村である。ベールハイムは、バートホムブルクフォア、デアヘイエと、ウーウ人間ンンとの間のタウヌス山地の主脈の北斜面に、あたる、ヒンタータウヌス東部、高度305メートルから400メートルに位置する。南の町境と一部町内にリーメスが築かれていた。 町の中心部の南に位置する森には、土イ施設のロッホーミューレトリデアトがあるが、発掘の失敗により、建造年代は不明である。この町は、フランクフルトアムマインの北約 22km、群長所在地であるバートホムブルクフォア、デアヘイの北約 10km のラインマイン地方に位置している。ベールハイムは、北はウージンゲン及びオーバーイーコールメルレ。 東はフリートベルク及びロスバッハフォア・デア・ヘイエーエ。南はフリードリヒスドルフ及びバート・ホムブルクフォア・デア・ヘイエーエ。西はノイアンスパハと境を接している。ベールハイム町は中核地区の他に3つの地区で構成されている。ベールハイム地区はザールブルク・ジートルングとディーマルクの2つの分かれた住宅地を有しているが、これらは別個の地区ではない。ベールハイム地区 プファッフェン・ビースバッハ地区、オーバーハイン地区、フリードリヒスタール地区は基本条例に従って地区議会と地区長を有する行政地区を形成している。行政地区の境界は従来の集落の境界に従っている。定住の最初の痕跡は青銅器時代にまで遡る。ベールハイムではコッツツボ墓地文化中期から後期の墓地が発見されている。 1997年に行われたこの地の発掘調査は5機の骨壺母墓が発掘され学術的検討が行われた。ベールハイムは1046年に最初の記録が残されている。皇帝ハインリヒ3世がその日アグネスにワイリーナの所有地を遺存した。その後フリートベルク城博が所有者として記録されている。この帝国領は13世紀に ディーツ博の所領となった。ディーツ博のもと、この町は1372年に都市圏を獲得したが、1814年に再び創出した。1243年、ディーツ博、ゲルハルトの寄進でトロン修道院が設立された。ディーツ博の後、ベールハイムはナッサウニレンブルク領となった。16世紀前期にナッサウ博は宗教改革を行った。 これにより、隣接するトリーや剪定公領との紛争が起こった。1564年のディーツ協約で、ベールハイムに対する貢献の一部を共有することとなった。このため、アムト・ベールハイムは、ナッサウ・ハクと剪定公のどちらの役所も有していた。その後、ベールハイムは、ナッサウ・ウージン原領の一部となり、ナッサウ広告を経て1866年から、プロイ占領となった。 1895年に、バート・ホムブルク・フォア、デア・ヘイエからフリードリヒスドルフを経て、ウージンゲンに至る鉄道路線が創業され、数年後にバイルブルクに延伸された。これによりこの町は、フランクフルト地域と密に結ばれ、その後100年間発展を続けた。ヘッセン州の地域再編に伴い、1971年12月31日に、プファッフェン・ビィースバッハと、 フランスベルクのフリードリヒスタール地区が自主的にベールハイムに合併した。1972年8月1日に州法によりオーベルンファインガが合併した。現在ベールハイムは他のホーホタウンス郡やマインタウンス郡の市町村と同様に購買力の高い住民に人気の住宅地となっている。ベールハイム町役場、ベールハイムの町議会は31議席で、 構成されている。2002年からグレゴール・ゾンマーがこの町の町長を務めている。第二次世界大戦後の町長を列記する。この町の紋章は15世紀の死の印象に基づいている。紋章には1388年までこの町を治めていたリーツ博の獅子に等とこの町のイニシャルが描かれている。この紋章は その後数世紀忘れ去られ、19世紀初めに二つの塔を持つ由来不明の建物を描いた新しい市の印象が作られた。防衛施設と思われる、この建物は地名との地口でシンボルにされた。現在の紋章は1953年に承認された。有効都市、ベールハイム駅タウヌス山中の牧歌的な立地であるにもかかわらず、 ベールハイムは交通の便が良い場所にある。連邦アウトバーン A5 号線のフリートベルク、インターチェンジまで 6km、A661 号線のオーバーウルゼル、インターチェンジまで 8km と、広域自動車道へのアクセスが非常に良い。連邦道 B456 号線は、バイパス道路として、ベールハイムを迂回しており、ザールブルクパスを通って、バートホムブルクへ、北は、 ウージンゲンを経由して、バイルブルクへ行くことができる。この町には、タウヌス鉄道の駅が2つある、ベールハイム駅とザールブルク駅である。後者は、ザールブルクジートルング近郊にある。ベールハイムで生産される有名な製品が、オーロパックスの商標で販売されている、オーロパックス社の耳栓である。整形外科領域では、人工関節を固定するための世界的に有名な、 骨セメント、パラコスが、ベールハイムのヘレウスメディカルで製造されている。フリードリヒスドルフのケッペルンチックとベールハイムとの間にある、ケッペルナータールにケメックスグループの子会社セメックス、キースシュプリット GMBH が大規模な採石場を営んでいる。ここでは19世紀末まで経石営ん採掘されていた。リーメスシューレビーゼナウの幼稚園ベールハイムには、 基礎家庭学校リーメス修レがある。1837年ベールハイムに旧学校の校舎が建設された。この建物は1984年から社会福祉住宅として利用されている。20世紀の初めにベールハイムの学校のために新しい校舎が建設された。この建物は現在ハインリヒキールホルン修レとして利用されている。 基礎家庭学校自体は1990年代に近代的な新校者を設け、2016年現在、軍内最大の基礎家庭学校となっている。ハインリヒキールホルン州では学習補助のための養護学校である。この学校は、ヘッセン州の地域再編までは、ウージン玄軍の特別学校であった。校名は、1973年11月5日に、 特別教育のパイオニアであるハインリヒキールホルにちなんで命名された。タウヌスハイムは1943年に戦争孤児のための寄宿教育施設として設立され、1998年までフランクフルトアムマイン市の孤児寄宿教育施設であった。その建物はホテルバルトフリーデとして1906年に建設された建物であった。 ホテルバルトフリーでは1932年に倒産し、1942年にフランクフル都市の所有となって、古事寄宿教育施設として利用されていたのである。存続していた最後の20年間、タウヌスハイムは時間帯によって2つのグループに分けられた6歳から18歳まで最大18人の子供たちの家であった。1994年には昼間だけケアするグループが、 設けられた。この施設は1998年の経費、節減策のために閉鎖された。タウヌスハイムに付属していたマナー教育のための学校は2001年までこの場所で存続していたが、その後フランクフルトヘイヒストに移転した。ベールハイム当局は空き家となったタウヌスハイムにハインリヒキールホルンシューレを移転させることを検討している。 1937年にこの町で最初の幼稚園が視聴者の一角に設けられた。運営は国家社会主義公共福祉によってなされた。この幼稚園は戦時中は閉鎖された。1956年9月15日に旧学校内に改めて幼稚園が開園した。1973年12月に幼稚園はビーゼナウの現在の建物に移転した。 1994年にラヒエの幼稚園、2003年にビューゲルの幼稚園が開園した。ベールハイムとケッペルンとの間の森の中にドイツ連邦軍のケッペルン南弾薬庫がある。1949年4月13日に154ヘクタールの森林及び草地がアメリカ占領軍政府によって接収され、その後弾薬庫が建設された。 1970年に60棟の弾薬沿平倉庫に加えて、さらに223機の沿平号を建設することの是非が激しい議論となった。そのために67.4ヘクタールの森の開墾が必要であることと、地下水に対する影響についての懸念が、町長のヨーゼフ慶に非をはじめとする多くの町民から批判された。こうした疑念に反して、 1977年12月に建設が決定され、1978年から1979年に実施された。これを批判する平和運動が起こり、1980年代半ばまで敷地周辺で一連の抗議活動が続けられた。核兵器が格納されるという噂が広まった。しかしこの弾薬庫は、初めからずっと通常兵器の弾薬庫として、 利用されていた。冷戦終結後、1997年にこの弾薬庫は、ドイツ連邦軍に移譲された。ベールハイムシモン博物館この町の象徴的建造物である1778年に建設された旧モンには、ベールハイムシモン博物館が入っている。この博物館には、骨壺埋葬地文化の制度性の出土品も展示されている。町は、 1980年に老朽化したこの建物を入手した。歴史協会との共同作業によってこの建物は改修され、1983年から歴史協会によって博物館として利用されている。赤い町役場とシモンとの間の内市街は一連の修復された木組、建築群により大いにクオリティを上げたが、 旧連邦道 B456 号線に直接面する付近の街はあまり見る価値がない場所だった。街はこの場所を買収し2011年末までに中央広場を囲んで住居や小売店が並ぶの家ミッテを建設した。ベールハイムの十字化石2005年にユネスコにより世界遺産に登録されたオーバー・ゲルマニ・シュレティシャー DE メスが街境を越え 1 3キロメートルにわたって残されている。プファフェンビースバッハ地区付近にローマ時代の城塞カパースブルクがある。ベールハイムの南の高台バートホムブルクへ至る山道沿いに復元されたローマ時代の城塞ザールブルク城がある。赤い町役場は1859年に福音主義教会の近くに建設され町の中心の注目を集める建物であった。 その小島内には金があり、特別な機械に打ち鳴らされる。現在では、町の行政はこの赤い町役場で取られているわけではなく、ノイエミッテの近代的な機能建築で執務されている。町の外に十字架石がある。これは、タウヌスケーガンで作られた高さ65センチメートルの小さな十字架であり、名分はない。この石は、もしかすると境界石であり、 また、食材の十字架でもあった可能性がある。この十字架石は、かつては別の場所に置かれていた。1970年にベールハイム歴史、郷土教会が、現在の場所に、再び設置し直したものである。ベールハイム墓地は、1822年から、町の公共墓地である。福音主義教会福音主義教会は、この町の二つの教会のうち大きい方の教会である。 1780年から1782年にバロック様式の村の教会として建設され、村役場のすぐ隣にあった。新しい教会での最初の礼拝は1781年のクリスマスに行われた。現在の教会の場所には中世から教会堂が建っていた。大理石の荒井ラ,ライバンは1785年に当時の村長ヨハネス・グロースによって作られた。 ヨハネス・グロースの破壊紙は現存しており、教会の壁に埋め込まれている。1783年、ヨハン・コンラート・ビュルギーによって、オルガンが制作され、7月17日に完成した。このオルガンは880本のパイプ、1つのマニュアルと16のストップを持つ、3台しかない、現存する、演奏可能なビュルギーオルガンの1台である。 このオルガンは2006年に修復された。教会は3つの鐘で構成される組所を有している。最も古い鐘は1638年、最も新しい鐘は1951年のものである。1817年10月31日、宗教改革300周年を記念して、教会周囲の通りにルターの菩提樹が植えられた。 しかし1958年に道路の拡幅工事のために伐採された。マインツの彫刻家、フリードリヒドレッセルは、その木材から十字架群像を制作し、教会に収めた。2005年に教会内の修復が行われた。これにより、元々のパステル彩色が復元された。カトリック教会カトリック教会は、1712年から1713年に、 トリーア大司教の命令により、ベールハイム城の跡地に建設された。この教会は1744年に大天使、ミカエルに捧げられた。ネオゴシック様式の窓と制御室を持つ内人は1809年から1902年に、ビルヘルム・ゴッドハルト司祭の下で改築された。1955年に、エルンスト・パウル・ロース司祭の下で、改めて修復と改築が行われた。 これにより、主祭壇及び、マリエン祭壇のネオバロック様式の構成、公壇・ベストバルトのナウオルトから移設された十字架の道行きの十四、止めが設けられた。この教会は、1970年から1973年に、第二バチカン公会議の礼拝場の新規則に、対応して、再度改築がなされた。これにより、公壇・主祭壇・生態配慮台が撤去された。 1993年に内部の改修が行われた。教会内部の最も古い部分は祭壇上の1694年に制作された十字架である。祭壇の他に1729年に制作された大理石の荒いラ,ライバンがある。ベールハイムのユダヤ人墓地は1864年から1938年までアンスパ派と ベールハイムのユダヤ教会信者の埋葬地として用いられた。このユダヤ教会は国家社会主義の時代に壊滅した。この墓地はベールハイムの外約 2km のビッツェンバッハタール内のルートビヒベンダーバーと近くに位置している。およそ1ダースほどの破壊史が残されており、ベールハイムにおけるユダヤ教の歴史と国家社会主義の恐怖を思い起こさせる。レジャーランド ロッホミューレルートビヒベンダーバートのメインプール、ロッホミューレはタウンス鉄道ザールブルグ駅に隣接した広く知られたレジャーパークである。敷地内にはロッホミューレの奥の遺構が残されている。ベールハイム地区の外、ウージンゲン方向の森の端にスポーツ施設オーバーローがある。芝生のグラウンド、砂のグラウンド、陸上競技施設の他に、 クラブハウスや遊戯広場も使用できる。施設の一部は射撃競技センターとなっており、エアガン、昇降掲銃及びスポーツピストル用の射撃スタンドがある。この施設を利用している T.S.G. ベルハイムは1861年に設立された。オーベルンハイン地区にはテニスクラブとザールブルクハレがある。プファフェンビースバッハ地区のクランスベルガー通り沿いの スポーツ施設には、芝生のグラウンド、砂のグラウンド、ストリートバスケットボール施設、インラインスケート施設がある。この他に、クラブハウスもある。ビッツェンバッハタールにあるルートビヒ・ベンダーバートは、ベールハイム町の屋外プールである。1956年に、アメリカ軍によって建設された。これ以後何度も拡張がなされ、太陽光温熱装置が設置された。これらの文献は、 翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはいない。ありがとうございます。